素のありさが見えた。そう、そうかもしれないせーの、バツ。え、三角かな。なんでこれを言ってる意味分かりました。彼氏と寝るとき。そう、大家好。大家好、ゆりです。欢迎回到我的频道。今日は私のもうめちゃくちゃ綺麗なお友達をゲストに呼んでます。こんにちは、皆さん、ありさです。イエーイ。知らない人はいないんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと待って、ね、そこまで上げないで上げないで、そんな絶対ないから。絶対ないので、あるの、はい、だからちょっと自己紹介を、はい、簡単にしてもらいます、はい、私もゆりちゃんと同じく、台湾に住んで2年前から住んでます。そして、中国語を学びながら YouTube もやっています。でゆりちゃんとは台湾に来てから出会って、こうやって今日ゆりちゃんも、チャンネルを開設するっていうことで呼んでもらって嬉しい。そう、私も一緒に撮れて嬉しい。ね、本当に嬉しい、私の方は中国語で、YouTube をやっているんですけど、すごい、いや、まだまだ下手なんですけど、でも今回ゆりちゃんとの動画は日本語だから、なんか素のありさが、そう、そうかもしれないというかあのすごいなんかおしゃべりな感じで楽しい。そう、だからいろいろ話せたらいいなと思います、はい、今日は、そんなメニューやリサーと一緒に、台湾人の思う日本人の印象って本当なの、嘘なのっていうのを丸×形式で取っていきたいと思います。わかりました。はい、人それぞれだよねっていう回答が多分出てくると思うんだけど、大体の人がどうかっていう目線でちょっと2人で回答していきます。わかりました。これは実際に、なんかゆりちゃんが聞かれたりとか、そうお友達から聞いたり、ちょっとね、ネットで調べたりもしてます。行きます。はい。じゃ一つ目ね、ちょっと最初は久しぶりから行きます。じゃまず一つ目、日本人の女性は優しい。せーの。あるー。自分たちで言ってます。そう。言われることあるね。なんか、ワルローって言われるよね。ワルロー。外人から思う日本人ともほとんどそれ。なんかこう話し方とか接し方が穏やかな感じなんじゃない？あと絶対なんか人を傷つけるような言い方はしないから、そうだね、ずっとなんか頭の中で考えて話してる感じがする。言葉をなんかこう選ぶ、だからちょっと言葉の使い回しとかもそんなに強めにならないし、話し方も優しい感じの人が多いかもね。結構さ、台湾の女性ってこう主張も割としっかりストレートにするじゃない。それはすごいいいところだと思うんだけど、結構さ、ちょっと言い方とか強い時あるじゃん。あるある。ミスシェイみたいな、ミスシェイみたいな、はみたいな時。そう、でも全然怒ってないんだよ。怒ってないけど、ちょっとで時々思うことある。あるあるある。だからそういう面では確かに日本人の私は言い方とかは優しい。そうだね。言い方、雰囲気。でも台湾の女性もすごくハート優しい人いっぱいいます。多分話し方とかそういうところかな。そうそう、日本にはないので貼心って感じが台湾人はありますね。あるので、さあ、まるでしょう。私言っちゃいました。まるです。はい。2つ目、日本人女性は家事ができる。せーの、まる。大体できるよね。私得意じゃないんだけど、けど台湾の女子に比べるとできると思う。確かに。なぜかというと、結構料理嫌いな人多いじゃない、台湾の人。めんどくさいみたいな。キッチンなり多い。え、マジ？そう、私前住んだとこもキッチンついてなかった。おお、え、そう。じゃあどうするの？しないの？しない。だから全部変えた。それは文化の違いもあると思うんですけど、多分日本人の女子は料理を作るとかさ、母の味とかさ、ちっちゃい頃からどっちかというとお母さんも教えてくれるし、手伝うことが多いよね、家事とか。やっぱりなんか作ってあげたいとかそういう人も多いから、やっぱり自然とね、なるかもね。そうだね。あとはやっぱなんか大学とかで一人暮らしする人多いから。あ、そうかもね。だってさ、台湾って結構さ、家族でずっと住んでる人も多いんだよね。そうそうそう。でも日本は結構やっぱ一人暮らしを始める子が多いから、
なんか自然と自立が早いのかもしれない、ね、そうそうそう、全部自分でやっちゃうから、うんうん、だから比較的できる人が多分多い、なんかそのレベルは違いえど、うん、そう、なのでこれも丸でした。丸です。はい、はい、で次はちょっと身だしなみ編ね、うん、3個目、日本人女性は外出するとき、うん、絶対に化粧をする。これ難しいな、ね、難しい、ね、言ってることすごいわかるんだけど、うん、じゃあこれいきます。はい、せーの、え、三角出てきた。そう、三角にしました。でも、うん、言ってることわかります。それ言われる、うん、言われるね。日本人の女子ってすごい化粧をどこでもするみたいな。そう、なんかコンビニ行くとかしてたね。コンビニはしない。てか私結構適当な方だから、私は実際、うん、私全然スピード帽子とかぶってどこでも行くタイプだけど、でも基本ベースメイクとかも、うん、そうだね。でもコンビニ行くのにしないでしょ。若干する。なんか、なんだろう、そのさ、なんか友達とかに会うかもしれない。あ、そうそう、そのために一応簡単にね、すっぴんメイクみたいな感じで、うん、本当にちょっとビューラーで上げて若干眉毛描いて、うん、で服もさ、どっちかというと、まだどこでも行けますよみたいな感じの服着て、そう、想定する感じね、先は。そう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 。私台湾で病院に行くときに化粧してて、うんうんうん、そうなんだ。その時に言われた友達に、うんうん、病院に行くときに化粧するみたいな。でも私はそこで思ったのが、うんうんうん、なんか一応化粧してた方が、うん、なんか対応が変わるかなって思って、全然違う。なんか少しでも綺麗にしてた方が、みんな優しい。対応変わるかなっていう、そのなんかそれ私も実体験がある。あるある、うん、台湾で。そう。なんかメガネ屋さんね、まあ、私も台湾に来てからは基本本当すっぴんでどこでも行っちゃうんだけど、うん、でもメガネ屋さんに行った時に、まあ、最初にすっぴんで行ったの。うん、でその時の対応結構普通のね、うん、あんあんみたいな感じだったんだけど、うん、その次の次の日に化粧をしてたまたま出かけてて、その帰りに寄ったの、うん、したら店員さんめちゃくちゃ優しくて、これもしましょうか、あれもしましょうかみたいな感じで、あからさまだった。えって感じだった。多分さ、なんか恥ずかしいからとかっていうよりも、うん、まあそういうことも考えるっていうことだった。そうだね。でもね、うちのね、うんうんうん、母親はね、うん、本当に美意識が高くて、あのね、スーパーにね、キャベツ買いに行くときも化粧する。え、一個多分使います。そう。すごい。自分の美意識のためにしてる。そうなんだ。そういう人もいます。だからアリサさんの時は三角、ね、三角かな、うん、でも丸に近い三角だと思います。なぜなら私自身は、うん、マジで適当なので、うん、気にしないからっていう部分で三角です。なるほどね、うん、じゃあ次ね、うん、4つ目は、うん、寝る時もう日本人女性は化粧するよ。せーの、バツ。え、三角か。え、なんで、うん、え、時と場合じゃない。あ、わかった。これを言ってる意味わかりました。彼氏と寝るとき。そう。え、昔はやっぱちょっと気にしたくない。あのね、やっぱり眉毛とインラインは描くかも、うんうんうん、あ、やっぱりそう、うん、じゃあやっぱさっきのじゃあバツじゃなく三角。丸かな。一人で寝るときとかもちろんしない。あ、そうそう、もちろんしない。これはそうそうそう、多分彼、そうね、多分そう。でも台湾人男性の思ってるのも、ま、ドラマの中でもさ、基本ドラマの中で完璧なすっぴんな人いないじゃん、うん、だからそれを見てるし、うん、多分もしね、一夜を一緒に過ごした台湾人男性は、うん、日本人女性がね、うん、は一緒にいるから、まあ、彼氏なのかしら、うん、だからそういう意味での多分そういう印象だと思う。そうかな、うん、うん、まず付き合って初めの方とかはしてると思う、眉毛とかちょっとインラインにいたりとか、うん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 、慣れてきたら、まあ、しないと思うんだけど、うんうんうん、私は。私もそう。けど、あのコンタクト、眼鏡は私はギリギリまでつけてる。私もそう。寝る直前、彼でも彼氏でも、うんうんうん、で寝る直前に必要な時に、うん、なるほどね。どうです、私もそんな派です。私たち女の子、うん、何の女の子はどうなんだろう、どうなんだろう、うん、でもまあ基本すっぴんが多い。私
さ、多分男の子も気にしないですよね、すっぴんだろうが化粧だろうが。確かに、ね、私は気にしてるんだけど、うんうん、なんか気にしなくてよくないみたいな、うんうんうん、水も良くないみたいな感じだから、うんうんうん、じゃあそんな気持ちなら私なんかそこで期待されてないんだったらしないよみたいな、じゃあ別にしなくていいみたいな感じに思ったことあります。なんか自己満じゃない？私なんかさ、うん、日本人のさ、うん、女子ってさ、うん、友達同士でもさ、うん、今日すっぴんでごめんねとかじゃない？言う言う言う、アピールする。そうなんか、すっぴんも綺麗だよって。そうなんか LINE でさ、今日すっぴんとか一時言わない？言わない。そうでしょ。今日マジで本当、うん、本来のもうちょっと、本当は私はもうちょっとここら辺までいけるんですけど、ちょっと今日すっぴんなんでっていうか、はい、日本人あるあるかも。でも多分それを台湾の人に言っても、うん、なんかそれが何っていう感じだから、まあ、楽ではある。うんうんうん、そうそう楽、うん、そうそうそう。なのでこの問題は、うん、まあ丸かな。じゃあ結論丸になったかな、はい、はい、っていう感じになりました。はい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、アリサさんもですね、インスタグラムと YouTube あるので、誰かしらね、告知するものでもないんですけれども、ぜひ見てください。ぜひぜひフォローしてください。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと恒例の、うん、はい、チャンネル登録と、はい、何でしょうか、これは。初めてやりました。恒例の、恒例なの。何ですか、うちのチャンネルでは。はい、あとは、高評価と、はい、一緒にお願いします。高評価ですね。はい。と、インスタグラムあるので、ぜひフォローしてください。あとはコメントも、はい、お待ちしています。いろいろ質問なども、待ってます、ゆりちゃんが。はい、待ってます。はい、ご回答します。はい。ということで、また次の動画で会いましょう。うん、また撮りましょう。はい、撮りましょう。ありがとう。はい。じゃあ、皆さんありがとうございます。はい、バイバーイ。バイバーイ。